こんにちは。はい、今回はね、たびたびね、 YouTube に皆さん紹介させていただいてます。クリマツくん、今日も青い T シャツ着てますよ。もう朝から舞台2回満員御礼、たくさんの方に見ていただきました。クリマツくん、今日はねもう完璧でしたよね。はい、お客さんもね、ちょっと蒸し暑くなってきましたけど、熱心に見ていただきました。本当に朝早くから来ていただいて誠にありがとうございます。はい、さあ、クリマツくんはだんだん近づいてきましたけど、そうなんです、そう、私のこの手元にはクリマツくんの大好物が今あるんですよ。さあ、これ食べてもらいましょう。ちょっとお待ちくださいね。クリマツくん欲しいね。食べるか。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待ってよ。クリマツくんが一番大好きな、これいきましょう。おっと、キュウリ、キュウリ、おっと、キュウリです。あっという間に、あっという間にキュウリ食べちゃいました。あら、あとから、あ、殻が残す、殻を残してますけど、これも後で食べますよ。さあ、次はちょっとお腹に太るもんいきましょうか。これですよ皆さん、ちょっといい北海道から届きましたじゃがいもいきます。これはね、食べやすいように蒸してありますよ。どうぞ。おっと、腹いっぱいになるぞー、なるぞー、いっぱいになるぞー。北海道のじゃがいもは美味しいぞー。ねえ、もうバクバク食ってますよこれ。おささん、さつまいもだけじゃなくてじゃがいももね大好きなんです。でもね、やっぱり芽がありますから、芽を取ってやって茹でておささんにあげるようにしてます。クリマツくん、はいはい、クリマツくん、はい、はい、座ってくださいよ。はーい、さあ、何をしてたかというと、これ、これ、塗り、これ、押しつぶしてですね、目を細かくして食べようというのがクリマツくんです。はい。まあ、時間があればじっくりね、これ。はい、食べるんですけど、ほら、見てください。平って食べてますよ。ほらほら、大丈夫か？下に落ちたもの。大丈夫か？じゃあ次にクリマツくん挑戦するのはもちろん、これまた大好きな、ピーナッツ行きましょう。ピーナッツでーす。ピーナッツ行きましょう。あった。あった。あっという間に、あっという間に、取っちゃいました。さあ、何？余った。お、頬袋見てください、皆さん、これ。ね、今食べたものが全部頬袋にまだ溜まってる状態ですよ。これ一気に食べたらね、ちょっとお腹もパンパンになっちゃうんで。彼はね、調整しながら、はい、クリマツくん座って、座って、調整しながら、食べます。頬袋いっぱいになってます。じゃあちょっとね、ちっちゃいものをあげましょう。ちっちゃいもの。これも、こういうね、こういうものも大好きですよ。はい。じゃあちょっとあげましょうね。これは大豆ですよ。大豆。人間だったら豆腐になったりしますからね。大豆あげましょう。うい。はいはい。大豆を拾ってます。拾ってます。はい、大豆を拾ってます、大豆を拾ってます、お、大豆を拾ってます。おっと、ピーナッツを、その隙私の目を盗んでピーナッツを取っちゃいました。かといえば、ほらほらほら、見てください、ピーナッツ、ピーナッツおっと、ピーナッツを取るのか、それとも大豆か。クリマツくん、どっちが好きなのだ。やっぱりピーナッツが好きみたいですけど、大豆も逃しません。全部拾ってます、拾ってます、拾ってます。たたたたた、欲張りなことはしないよ、欲張りなことはしないよ。はい、立って。おいしかったね、もう最高やね。まだこの辺り、はい、食べかすが散乱してますからね。クリマツくん、これから探して残り物をきれいに食べようというね、そういうクリマツくんです。皆さん、クリマツくん舞台の合間、お昼です、お昼の時間ですけれども、はい、お腹いっぱいになるぐらい、いや、お腹の3分の2ぐらいかな、今食べました。今頬袋はいっぱいですよ。さあ、元気よく頑張ってます。
さあ皆さん、いいねボタンを押してくださいね。それからよろしければ YouTube のチャンネル登録、あともう少しで5000人を突破しますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして最後に猿回し劇場、阿蘇の猿回し劇場、栗松くん立って、川口湖の猿回し劇場、ぜひ皆さん遊びにおいでください。栗松でした。ありがとう。いっぱい、お、最後にキュウリが出てきた。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。